国が緊急事態宣言の延長方針を固める中、時短営業の要請に応じている都内の飲食店は、今の協力金のままでは資金繰りが厳しいと訴えています。延長とともにやっぱりその一律給付っていうのはもうやめてもらって、規模に合った協力金を出してもらいたいなと。東京新橋にあるこの飲食店ではテナント料などの固定費だけでも一月あたり550万円が必要です。しかし2度目の緊急事態宣言が出てからは売上が去年の2割ほどに減っていて、協力金を合わせてもおよそ200万円が不足しているということです。店は立地やテナント料などの条件に合わせて協力金の額を増やしてほしいと訴えています。